こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。こんにちは。まえちゃんです。お願いします。ということで、まえちゃんに今日来ていただいておりますが、ずっと、まあ、オープニングはですね、リフォーム絡みのまえちゃんの大喜利が始まります。はい、どうぞ、今日のテーマは何でしょう？今日はですね、より日本の建築を学ぶために、高床式倉庫を見に来てます。やっぱ原点に変えるわけですね。という原点のところで言うと、はい、まあ、我々リフォームするときは住宅設備がやはり主になってくると思うんですけど、その主という面で言うと、まずキッチンでみんなやはりですね、興味がある、そんな方が多いわけですよ。システムキッチンって言ったら、やっぱりいろんな商品あるし、選ぶのもいっぱいあるし。で、男性はどちらかというとお風呂。で、特にこの寒くなってくるとあったかいお風呂がいいっていう風にしてお風呂への興味。で、お風呂っていう風になると、お風呂変える、その、脱ぐ、脱衣場って、まあ、洗面化粧台が多くの方あるので、結局はお風呂と洗面って一緒にやること多いですよね。はい。やっぱりお風呂だけ変えても、お風呂入る前の入り口のウォーミングアップの段階で目の前にある洗面台が古いとテンションが上がらないと思うので、やっぱり内装と一緒に洗面までやっていただきたいですね。そうですね。お風呂リフォームしてバチャって開けた瞬間に、なんでこれ買えなかったのっていう風になるからこそ、実際にお風呂のその入り口のところのドア開けるところのね、どうせ枠とかクロスとか変えるから、お風呂のその、実際壁のところをやり直すときに内装変えるんだったら、洗面やりましょうという風になるわけなんですけれども、キッチンは前回ですね、宝！そしてお風呂も宝っていう風になったら、このお風呂つながりで、じゃあ洗面も宝っていう風に今日は行くのかなと思うんですが、今日お届けするのは宝シリーズの第3弾。そうです、やっぱりこの宝洗面化粧台、評判口コミ友の会からの声もお届けさせていただきたいと思います。オール宝にしましたっていうのがもう続々やってくるんですよ。これびっくりしますよ。今までですとオールとうとうっていうのは聞いてますが、オール宝、前ちゃん、オール宝ってなんか聞くことありました？今まで。オール宝なんですよ、うちのリフォームって。いや、宝はもうキッチンは宝です、絶対にっていう方は多かったですけれども、オール宝は聞いたことないですね。そうなんです。なんか新しい言葉だな、オール宝。でも、来るんですよ。オール宝にしましたって。それでも今みたいな流れですよ。キッチン見に行って、じゃあお風呂も良かった。じゃあお風呂あるんだもん。もういいよ。洗面もショールームで宝にしちゃおう。キッチンの宝、お風呂も宝に、このマグネット収納、そして洗面台を宝にしたんです。どんな内容？オール宝の時代。上位のエリーナ、そして売れ筋のファミーユ、そして壁から壁へのリジャスト、まあ、キッチンで言うとリフィットみたいな、ウォールトゥーウォール、そしてお買い得のオンディーヌ、この4つ、宝4つのグレード違いを知りたい、教えて、こんな内容でお届けさせていただく今日の内容です。この価格帯のイメージですけれども、まあ、ウィットってもう少しこうリーズナブルな、ポンと置くだけのものありますが、まあ一般的なオンディーヌ、それからファミーユ、このあたり5万円から12万円からが、まあこの辺の主力っていうふうになるんですが、最高級エリーナも今日もお届けさせていただきます。まずはいつものように、タカラの洗面化粧台ポイント5つまとめさせていただきました。まずは4つのシリーズ、それぞれ山さん的に1つの、まあ、キャッチフレーズ。オンディーヌ。低価格ですよ。そう。間違いなく、これって、やっぱり、この価格帯、5万円から、よ、めちゃ安い。そう。だからこそ、低価格ならではの品質であるんで、その上のね、まあ、ファミーユなんかにするのかどうなのかっていうのは、もうこれ予算に合わせてだと思うんですが、ファミーユ、ファミーユ、私ファミーユにしました。それがポコポコやってきます。まあ、感覚的なところで言うと、一番人気かなって、リフォームされる方であれば、洗面化粧台をファミーユぐらいにしたいなっていうのが本音でしょう。そして、ここですよ。エリーナにしました。どんだけ上質なんですか？洗面にそんなにお金かけるんですか？どういうことですか？まあ、ある意味、エリーナ行かれる方は、エリートですね、あなたっていうぐらい。まあ、クォーツ天板入れて、どうなってますっていうエリーナもあります。そして、ここちょっと違うんですよ。リジャスト。これ木製なんですよ。オンディル、ファミユ、エリーナ、ホーローなんですけど、リジャストは木製。なんで宝が木製なのか。これは、マンションの場合、1センチ単位で壁から壁につける、中途半端な寸法、デッドスペース作らない、マンションただでさえ、ちょっと戸建てに、比べて収納力少ない。だからこそ無駄にしたくない。その1センチ、2センチ、3センチ。1センチ単位で作れるキャビネット、リジャスト。そして、パネルは1から4まで全部、
ホーローパネルが使えるんです。壁はクロスじゃなくてパネルですよっていうのが最近の流れ。エリーナ、ファミーユ、オンディーヌ。そして、オンディーヌは、このデッキ推薦とハイバックの2つがあるんですね。見ていきましょう。まず、オンディーヌ。この普通のデッキ推薦、昔ながらの形かな。低価格で、まあ、賃貸とかだったら結構これ見るんですよね。で、対応サイズ60と75、高さも80、広いボール、もうこれだけ。これだけ。まあ、要は変えときゃいいっていう感じ。まあ、やめない。これ考えるのは、やっぱり、とりあえずも価格使えるようにしてっていう感じじゃないかと思います。まあ、じゃあいかがですか？もう本当に安い洗面化粧台ってニトリ時代もあったかと思うんですけど、それ採用ってどんな感じのイメージですかね？そうですね。やっぱりさっと一緒で、お風呂と一緒に買えるんだけど、お風呂はもう結構予算いってしまったので、こだわったので、買いたいけど、そんなにお金はもうかけたくないなっていう方は、まあ、最安値のものになりますかね。まあ、ただ、オンディーヌも、三面鏡の上の照明ですかね。これも、すごく薄型で、やっぱり最低限おしゃれは確保されてるんじゃないかと思いますけどね。で、ホーローキャビネットですからね、丈夫に使っていただけるから、別にこう、使ったらアウトっていうことではないんです。で、ここからじゃないですか、最近ああ、いいの、ですやっぱね。り、この辺、9万9000になるけど、オンディーのハイバック、その、水性の根元がぬめる、ここはやっぱりね、リフォームするんだったら良くなりたいんですよ。その、綺麗になるだけじゃなくて、やっぱりここってあるのかな。だから、ハイバックのオンディーヌ、と、上で、まあ、どうしようかなっていうふうに考えてくるかと思うんですが、ハイバック。ただ、これ違うのはね、ここ、オンディーヌの、ここは、まあ、はっきり言って、60、75っていう幅のちっちゃいポンと置く形にはなってくるんですが、この形のボールが変わると、このボールは、ホールのままですけど、75センチ伸び。という形になります。まあ、これで60っていうことは、まあ、ちょっとないのかなっていうふうにして、割り切りですけれども。これなればいかがですか？いや、もうこれはね、引き出しですし、壁だし、ハイバック、ね、清掃性も良くて、ボールも広くなって、もう言うことないんじゃないでしょうか。はい。ただ1個だけ。1個だけっていうか、まあ、ホーロー製のね、そのボールなんですよ。これ、2つとも。ホーロー製、オンディーヌの低価格も。ここがやっぱ清掃性とかね、耐久性のところ何あるかな。というのは、まず、そのボールホーロー製って、山さんも何件か見てますけど、賃貸とか見てますけど、剥げてるんですよ。剥げてるんですよ。で、剥げるとどうなるか。だから、BMC の時の洗面のボールも一緒ですよ。BMC 系の時。そう、メラミンスポンジ最初使ってたらいいのに、だんだん使ってると表層が剥げるとね、そこに汚れとか、付着しやすくなるんですよ。だから朝とか起きたらなんかこう、あれなんかちょっと茶色いなと思ったら汚れがついてたりっていう形になって。やっぱ陶器がいいな。ずーっと綺麗に使える。ハードに使える。だからこの辺はやっぱりホーローのそのボールと陶器のボールの違いかなっていう形にありますし、この辺は人造大理石の方がメンテナンスはいいなって。メラミンスポンジでも単一素材だったらずっと使える。これが、違いとしてあるので、ボールのことを考えると、綺麗に柔らかい布でこう掃除していかないと、そのカラーのね、塗装の部分が剥げてきて中の鉄が見えてきてるなっていうのが山さんの感想。まあ他の方も結構言ってらっしゃいますけどね。二つ目、あとレールはね、コロレールとか滑車レールになってるんで、ちょっとガタつきもあるのと、ただし、結果的にこういったところを抑えることにて、低価格を実現してるから割り切りですよね。で、キャビネットはホーローキャビネット。ですから、まあ、オンディールっていうのは、一番価格を下げるんだったら、これでいかがでしょうかという形になっていきます。ということで、やっぱりそうなってくると、ファミユですよ。まあ、多くの方、オンディール入れましたってあんまり来ないんです。ファミユ入れました。一番人気だと思います。対応サイズ60、75だけじゃないです。90、100、120。そして高さも80と85、11万7000円。そしてアクリルの人造大理石ボール単一素材だから、その油性マジックも取れて、メラミスポンジも OK。そして壁水栓。タッチレス水栓もいけますよ。奥行きは50と55。まあなんといってもこの85の方がいいかなって、80よりね、最近85、クリーンアップも標準が85っていうふうにしましたけれど、舞ちゃんはいかがですか？洗面の高さっていうのを気にされたことあります？今までの一般的なのちょっと低いなと思ったり、もう少し高い方がいいそうな。ですね。キッチンもね、リフォームすると5センチ上がることが多いのと一緒で、やっぱり今までの高さだとちょっと低い、腰結構かがまないと顔洗えなかったりとかするので、もうちょっと高い方が便利だなとは思いましたね。
そうなんですよ。男性ぐらいであれば多分そういう方は多いと思う。ただもちろんね、なんで80あるかって、ちっちゃいお子さんいるじゃないですか。ちっちゃいお子さんから85したらちょっと高いわけですよ。だから新築だったらそれでいいかもしれないけど、リフォームなんですよね。もうちっちゃいお子さんいませんよね。いないんだったら85でいいんじゃないのかなっていうのが山さんの考え方。もちろんもともと私は背が低いっていう方は80万。だからこれセレクトできますよね。でも今までだと80、75と80しかなかったのが85。これがどんどん今最近のトレンドとして増えてきます。そして何といってもハイバックカウンター、ボール一体型単一素材、アクリル系、コーリアン系、人造大理石なので油性マジックを OK で削れるっていうのを、山さんの他の動画でもやっていましたよね。高田の中継で、高田船長がこう、油性マジックで、撮りましょうかってやって、それを洗剤で撮ってたシーンも印象的でした。ファミユの特徴、この3つ、アクリル、人造大理石、BMC じゃないっていうことなので、やはりメラミンスポンジをね、山さん自分で使ってて、メラミンスポンジでだんだん表面が、表層が剥げてきて、FRP のやつが、だんだんこう汚れがつきやすい。最初はいいんですよ、最初は。でも、日々掃除するの何ですかっていうと、やっぱりメラミンスポンジだと思うんですが、舞ちゃんも掃除すると思うんですけど、洗面ボール何で洗うんですか？はい、メラミンスポンジでやってます。そうですよね。ってことは、陶器だったらいいし、アクリル人造大理石、コーリアン系だったらいいけれども、この辺がやはりちょっと、だんだん使ってるうちに表層が剥げると汚れがつきやすくなりますね。注意が必要です。色、品揃えが豊富。この辺もファミユの特徴ですよね。で、タッチレス水性も対応できるんで、今の世の中の最新式がファミユだと OK です。一番人気が宝、このファミユ。で、最後がエリーナ。上質クラス。対応サイズは75、90、100、120、135、150、165。2ボールもいけちゃいます。最高クラスの収納量。なんてだって、先ほどのその違い、奥行きは50と55がファミユだったんですが、奥行きは60。なので、引き出しの奥行きたっぷり。この辺が引き出し出した時の違い。まあ、じゃあこれ引き出しの奥行きの違いも見ていただきましたね、ショールームでね。はい。とても大容量で。やっぱり洗面にスペースがあるご家庭でしたら、いいなと思いましたね。はい。後ろの背面のところ、スペースが余裕あるんであれば、エリーナ60っていうのが、やはりこれ入れるぐらいのところですからね、しっかりと空間があるということだと思います。クォーツストーンのカウンター、これがいいんです。そしてもちろん、アクリル人造大理石のハイバックカウンター、そしてフラットなカウンターも、デッキ水性もあるんですが、一番の売りは、まあ、これのハイバックよりも、山さん的にはクォーツストーン選んでほしいかな。いかがでしょう？いやー、クォーツストーン、ここまで来たらやっぱりデザインこだわりたい、上質感こだわりたい、照明も素敵ですから、やっぱり照明を照らす天板はクォーツストーンがいいんじゃないでしょうか。はい。もう見た目が全然違いますよね。こんな感じ。そして、多様性ボールいいでで。すね。下のところにこのオープンのね、座れる。まあ、ここに脱衣カゴ、山さん入れてるんですけれども、こんな形で、多様性ボール。これ、クォーツストーンの魅力。ツインボールもできちゃいますよ。家族多い場合に、右と左でそれぞれ朝の身支度いかがでしょうか。そして、もちろんセンターボールだってできますからね。というふうに、自由度、組み合わせ、この辺のバリエーションが多い。エリーナの特徴。クォーツストーン、このキッチンで、惚れたんだったら、洗面もしたい。そうですよ。劣化、染み込まない。傷に強い。そして、プランが豊富。豆腐、ツーボール、片寄せ、センター、引き出し、奥行き60センチ、ホーローキャビネットなんですね。で、最後4つ目がリジャスト。リフィットとちょっと名前見てますが、この木製なんです。で、木製なぜって言ったら、これ75、90、100じゃないんです。75から1500、75から150センチ、マンション向き、壁壁。これ結構リフォーム行く時の悩みどころでですね、どうしたって、そのカウンターの1枚もんがマンションで結構長くて、1300とか1200とか1250とか、これマンションの時のこの1枚もんで住んでる方はこれが当たり前だと思うんですが、ショールーム行くと、1枚もんのやつで行くと結構高いの、そう、一番最上級じゃないとないというのが一般的で、よくこういったところに悩むんですが、じゃあ結局どうすんの？じゃあ75を置いて300の収納を入れて、残ったところはフィックスのフィラ。なんか今までよりカウンターで物を置けたのに、狭苦しくなって、こんな収納なくてもいいから広く使いたい。まあ、じゃあこんな声ですよね、マンションの洗面のリフォ はい、勤めてたところにはなかったものですから、収納を入れたこともあるんですけれども、やっぱり以前より狭くなるっていうのは、リフォームの中では、ちょっとやっぱり満足度は低くなってしまうんじゃないかなと思いますね。幅が広くてね、まあ、マンションの、その戸建てよりいいところって、戸建てって大体ね、75ぐらいのやつポーンと置いてることが多いんですけど、マンションの場合は部屋は狭いけれど、住宅設備機器はグレード高いんです。
そうなの、そうなんです。だから、例えば、縦売りのね、キッチン、縦売りの戸建ては、確かに2階までって広くて自分の我が家だって思ってね、買ってた人いるかもしれないですが、マンションはその分ね、その2階あるわけじゃないじゃないですか、メゾネットみたいに。そういった面で言うと、いっぱいその一気に、200個、300個っていう形でゼネコンがこうデベロッパーにオーダーできるんで、住宅設備はね、いいの入ってるんですよ。そういった面で言うと、特に違いは何かっていうと、洗面。洗面の幅が大体、幅がその75なんかないんですよ。マンションの場合は。マンションの場合は大体1000とかね。で、それをボールで2人並んでできるので、その辺は脱衣場、洗面についてはマンションがいいんですが、それを今度、その普通のショールーム行くとですね、どうしても戸建ての方をメインにしていて、マンションのリフォームをメインにしてなかったんで、そういった壁から壁までの綺麗な商品がなかったら、それがリジャスト。1センチ単位でデッドスペースがいらない形にできるんです。マンションあるある。例えばさっき言った100、100って言いながら実際測ると98センチぐらいだったりするわけですよ。98センチ作ってくれてたの？マンションの時の新築の時は作ってくれたんですよ、メーカーは。それが今度カタログ商品見たらないということで、フィラーの分だけ収納が減ってしまう。だから75、そして150入れて90センチで、あと8センチフィラーフィックスみたいなことってあるある。だから8センチのフィラーっていうのがあるんですけど、まあじゃあこれですよね、言ってたこと。はい、よくやりました。はい。山さんもやりました。これキッチンパネルで塞いだりね。で、ここに8センチのところに棚作ってとか言って、ね、この8センチの棚とかオープン棚とか作りましたよ。使えない。8センチで、ガバ板で何入れるのって、もうね、埃だまりになって仕方ない。できれば普通のキャビネットにしたい。それを98センチウォールトゥーウォールで1センチ単位で対応できる。それがリジャストです。これあったらよかったでしょ。ああ、素晴らしいです。これですよね。はい。で、そのリジャスト、木製キッチンですが、デッドスペース解消。8センチ分の収納力が増える。まあ、見た目もいいしね、天板も長くなるし、これがいいんじゃないですか。で、木製だからこそ、いろんな、メラミンのこういった扉、リアルな木目、こういったものが豊富に品揃え、とっても3種類選べますよ、という形で、こんな形で綺麗にできる。まあ、まえちゃん、ホーローのそういったちょっと、テカテカ感嫌だったら、洗面化粧台、これでもいいですよね。はい、洗面化粧台はもう木でも十分かなとは思いますね。はい。で、よくある質問。よくある質問がね、木製キッチンでカビたんですけど、とか言って、キッチンカビた、新築でカビた、木製キッチン、これ悪いっていう何件か来たり、あと最近も洗面化粧台で木製だと、とか言うんですけど、それね、キャビネットの問題じゃないんです。え、どういうことですか？キャビネットじゃなくって、その湿気が上がってくる気密性の問題です。家の問題です。家の問題を、そのキッチンが、キャビネットが、その木製だから問題だからカビるんではなく、その湿気が入るような隙間が空いてる家。だから、あなたがやるべきことは、キッチンをそのホールを選ぶことではなくって、洗面外したら床とかにちゃんと湿気がないような、その断熱のある、その上がってこないリフォームをする。これが快適なものなんで、本質がちょっと変わってるかな。これをね、なんか湿気だから、まあ湿気で大丈夫だから木製じゃなくてステンレスの洗面じゃない、ステンレスのキッチンじゃないといけない。これは山さん的にはちょっと違うなっていう形なんで、リフォームするとき本質をやっぱりしっかりと湿気上がらないリフォームにしましょうというのがポイントになります。だから木製で全然問題ないかなと思います。リミット1センチ対応、マンションおすすめ木製キャビネットでした。そして最後、共通です。これは共通ですよ。横のところにこのクロスで水が跳ねていて、いや、なんか剥がれてきて、これもまたどうせ使ってて綺麗になるけど、またクロスがあって、そんな声も聞こえてくるんですが、どうですか、まいちゃん、今までいろんなところ住まれて、洗面の横の壁って水が跳ねて、結構こうだん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 こう劣化してくる、クロス剥がしてくる、また張り替えないといけないっていうところ、なんか身に染みてるんじゃないでしょうか。はい。やっぱりリフォームの現地調査でご自宅伺うと、やっぱり洗面台の横のクロスがカビてたり、黒ずんでたりっていうのはもうよく見かけたので、そういったところには必ず、まあ、パネルをおすすめしてましたね。そうなんですね。キッチンパネル結構おすすめさせてもらってたんですね。で、それがもう今や、その工夫としてね、キッチンパネルをおすすめしてたんですが、まだまだね、普通の住宅設備メーカーのところにいて、壁をその洗面用のパネルって言ってないんですが、いち早くそれをやってたのが、タカラホーローパネル。そして何よりホーローだからマグネット対応できるんですよ。そうなると、今まであるあるなんですけど、あ、タオル、もう一個つけたかったって言った時に、山崎実業とかそういったところで、ペターンとね、右の壁だけじゃなくて、左にもこういったタオル、つ
違うタオルというか、私、びちょびちょで使っちゃうんで、私のタオルと家族のタオル別なんですが、どうですか？一つでいいんですか、タオルは。いや、多分人にもよると思うんです。うち5人いるので、もう一日の終わりの方はもうしっとりしてます、タオそうなんですルが。よ。そうそう。しっとりするんじゃないですか。だから、一人一つとは言わないけどね、ちょっとね、男性派とか、女性陣とかね、いう形で分けてもいいのかもしれませんよね。ということで、こういったところ、追加した時にも、ホーローパネル、これはもうどの商品に限らず使えますからね、宝であれば。まあ、別に宝じゃなかった場合には、他のキッチンメーカーも、例えば今だったらクリナップも、こういったマグネット対応のキッチンパネルあるんで、それ貼ってもいいですし、ヤマさんの方でキッチンパネルマグネット対応という形で、磁石の引っ付くパネル、ヤマさんスペース、キッチンパネルマグネットで検索すると、マグピタボードであったり、いろんなマグネット対応のキッチンパネル、それを貼られる、そんな内容っていうのがヤマさんのリホナビ友の会でどんどんやってきます。ぜひそういった内容もお届けしていきたいと思います。オンディーヌ低価格。まあ、これはね、ファミユ一番人気おすすめかな。で、エリーナクォーツ天板おすすめ染み込みにくい。もう簡単に拭けますよ。リジャスト1センチ単位でデッドスペースなし。パネルはホーローがおすすめな D1 マグネット。LINE 登録で定期的にプレゼント配信してます。ぜひ山さんと、このような内容をですね、どんどん皆さんでシェアしていきたいなと思ってるんですよ。このリホナビはですね、まさに、あなたの、これからリフォームする人、そしてリフォームした人の声をリホナビ教室という形で、YouTube、インスタ、ブログ、こんな内容で、補助金の内容からリアルな声、実際の実例、綺麗な写真、映えるんじゃなくて、工夫、収納、こういったもの、メンテナンスにまで、多くの方の質問が、また皆さんの声として、どん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 シェアされていきます。一番はこれ、リホナビライブラリ。LINE 公式を登録すると、リホナビ、こういった形でアンケートを3つに答えるだけで、左下のところのお楽しみボックスを開きます。このリホナビ、このライブラリぜひ使って、あなたのリフォームにぜひ多くの成功に導ける、そんなコンテンツかと思います。QR コード読んでもらったり、概要欄の方からポチッと友達登録するだけで、こちらの方が使えます。ぜひ楽しんでみてください。ということで、高床式から今日お届けされた、まえちゃん原点でしたが、洗面化粧台はいかがだったでしょうか。宝の、まあ、他との違う魅力みたいなものだと思うんですけども。やっぱりそのパネル提案、まあ、トイレとかもそうですけど、空間をしっかり全てコーディネートして使いやすく、でパネル提案で、キッチンでもリフィットありましたけども、やっぱりね、せっかくリフォームするからに残念な、デッドスペース作りたくない、しっかり安い木製で、リジャストみたいな、ものがあると、結構全方位型すべての期待に添えてるんじゃないかなと思って、宝洗面強いなと思いましたね。はい。やっぱりこう、売れてない売れる理由があっうて、ん。その顧客の声をしっかりと聞いて、その、昨日今日できたわけじゃなくて、リフォームに対するお客様の声が商品として解決方法を提案してるなっていうような印象。だからこそ、オール宝というふうに、こう、なんか聞こえる声が増えてきたんだなっていうのはあります。ぜひショールームの方に見てはいかがでしょうか。います。せーの。必ず、できできる。る。いってらっしゃい。今日は洗面所でお届けさせていただきました。次はどこから中継でしありがとうごょざいました。